ただいまご紹介預かりましたおはしゆです。本日はよろしくお願いいたします。会見に先立ちまして、大橋選手の最大の恩師である平井監督より花束を贈呈させていただきます。平井監督、よろしくお願いいたします。それではここで記念撮影の時間といたします。平井監督と大橋選手はカメラに向かって笑顔をお願いします。はい、本日はお忙しい中お集まりいただきありがとうございます。私大橋ゆいは先日の国民スポーツ大会でのレースを最後に競技生活から引退することを決意いたしました。約21年間の競技生活でしたが、本当に充実していて大満足の水泳人生でした。所属先の株式会社永瀬、糸満スイミングスクール、スポンサーの皆様、東洋大学関係者の皆様で、奥谷先生、平井先生、石松コーチをはじめ、本当に多くの方々にお世話になりました。競技人生に関わってくださったすべての皆様にこの場をお借りして心から感謝申し上げます。最初は先ほどにの、あれにも動画にもありましたように、姉が水泳に先に通っていたことだったり、体があんまり丈夫な方ではなかったことを理由に始めた水泳だったんですが、本当に好きなことをこんなに長く続けることができて、夢にも思っていなかったオリンピックという舞台で金メダルを獲得することで、また2冠に輝くということを達成することができて、本当に幸せな大満足の競泳人生でした。貧血だったり怪我だったり、東京オリンピックからの3年間だったり、苦しいことも多かった競泳人生でしたが、最後は晴れやかな気持ちでこうして引退を迎えることができて、すごく誇りに思っています。改めて振り返ると、私の競泳人生は本当に人との出会いに恵まれていたと感じました。本当に必要な時に出会うべき人に出会って、その繰り返しの中で多くのことを学ばせていただき、でまた支えていただき、本当にそのことがあってこうして成果を残すことができたと思っています。本当に感謝しています。今後は永瀬グループの一員として、水泳教室などを通して幅広い世代の方に水泳の楽しさだったり良さを知っていただくことで、また糸満特別コーチとして、糸満所属選手の強化に尽力していくことで、そして、私のこれまでの競泳人生で得た、経験だったり知識だったりを、一人でも多くの方にお伝えしていただくことができればいいなというふうに思っています。また来年からは大学院への進学も予定しておりまして、自分自身の経験からも興味を持ったスポーツ栄養学について学んでいく予定です。これまでの経験をまたすべて生かしながら、自分にできることもそうですし、自分にしかできないことも見つけながら、挑戦を続けていきたいですし、楽しい人生をこれからも作っていけるように頑張りたいと思います。ありがとうございました。大橋選手、ありがとうございました。